前回に引き続き、マジカル交換をやっていくよ。前回はヒバニーを出してカジリガメが帰ってきたぞ。今回は残りの5体を交換していくわよ。あ、そういえば言い忘れてたけど、ポケモンかぶりは禁止でいくよ。6体しか使えないもんな。最悪カムカメ6体とかもありえちゃうわよね。それはさすがに良くないよね。でも EV みたいな分岐進化があるのは例外かな。通信交換で進化するポケモンはどうするんだ？当たらなかったから考えてないよ。だからネタバレ。ということで、ホシガリスを交換するよ。ホシガリスをトレーナーへ送ります。バイバイ、ホシガリス。何が来る？トレーナーからココガラが送られてきた。ココガラを可愛がってあげてね。送られてきたココガラのレベルは1。この子は採用だな。最終進化のアーマーガーは鋼飛行のポケモンよ。夢特性のミラーアーマーがとにかく強いポケモンだね。この子は厳選してあるかわからないね。このマークってそんなに重要なのか？あるとわかりやすいけど、本当とは限らないわね。特性は鋭い目、性格はおとなしい。この子は厳選してる子ではなさそうね。性格を見る前に当ててないか？このグラフで大体わかるよ。性格によってステータスの上がりやすさが変わるから。これを見るだけでおとなしいってわかるわよ。これだけでわかるのか。グラフの意味がわかれば性格は覚える必要ないよ。ということで、次に行くわよ。どんなポケモンが来るだろうな。ココガラをトレーナーへ送ります。バイバイ、ココガラ。行ってこい。ちょっと、カメラ止めて。え、なんだ？順電なので即返しましょう。私たちは何も見てないわよ。え、どういうことだ？突っ込んだらダメだよ。もう二度と姿を見せないでね。さっきから辛辣じゃない？業の深いポケモンなのよ。あ、ホシガリスだ。トレーナーからホシガリスが送られてきた。ホシガリスを可愛がってあげてね。お前が帰ってくるんかい。レベル5だから採用決定ね。実は技が豊富らしいから案外使いやすかったり。レベル5ってことはその辺のポケモンかしら。野生とそれ以外ってそんなに違うのか？ちょっと違うけど鮭とサーモンぐらい違うのかな？は？鮭は天然、サーモンは養殖っていう意味ね。鮭は寄生虫がいるから生食禁止でしょ？つまりそういうことだよ。今説明を諦めたよね。この子はマスコットになりそうね。それでいいのか？それじゃあ次に行くよ。頼む、帰ってこい。クスネをトレーナーへ送ります。バイバイ、クスネ。いいポケモンちょうだい。おお。トレーナーからヨウギラスが送られてきた。ヨウギラスを可愛がってあげてね。さっきのボール見た？は？ボール？フレンドボールだったから多分厳選してある子だね。一瞬しか映ってなかったわよ。フレンドボールだと何なんだ？よかった。ちゃんとレベル1だね。フレンドボールはただのオシャレだよ。好きなポケモンをオシャレなボールに入れる風習があるのよ。だからこの子は厳選してある可能性が高いよ。そういうものなのか。で、この子はどうだ？マークがないからわからないけど。性格が意地っ張りでとてもいいね。バンギラスは物理型が主流だからぴったりね。っていうことは理想個体か？いたずらが好き。特攻に V がついてるわね。この文章ってそんな意味があるのか？どこかはわからないけど、何かが欠けた 5V の子かな？でもストーリーなら問題ないわよ。はっきり言って性格が良ければそれだけで OK。つまり当たりってことだな。もちろん当たりよ。ただ活躍するまでに時間がかかるけどね。次で5体目だな。やっぱりヒバニーは帰ってこないわよ。そんなことないよ。今ヒバニーを流してる人がいるとも限らないんだろ。名前の通りミラクルが起こらないと無理よ。いや、絶対帰ってきてくれ。トレーナーからロゼリアが送られてきた。ロゼリアを可愛がってあげてね。レベル10以下がありえるから調べるよ。35、アウトだな。この子を採用するわけにはいかないわね。次の子を探そうか。ロゼリアをトレーナーへ送ります。バイバイ、ロゼリア。ボーン。え？トレーナーからヒバニーが送られてきた。おかえり、ヒバニー。まだレベルがわからないわよ。レベル1、採用。本当にこんなことがあるのか。っていうことは。もしかして、リベロの可能性もある？リベロ？鎧のことを配信前に突然配布されて。ランクマッチの環境を破壊した最強の特性だよ。マークはついてないみたいだな。
本当にリベロじゃない。しかも性格が陽気、この時点で大当たりだよ。つまり最強ってことか。そして膝と不意打ちも完備、何も言うことはないわ。このあたりは競技だと強い技だけどね。PP が少なくないか？不意打ちはストーリーだと少し使いにくいわね。送り出したヒバニーが最強になって帰ってきた。ただ、女の子になっちゃったな。え、嘘でしょ？ん？なんかおかしなところがあったか？御三家のメスが出る確率は 12.5%。つまり8体に1体がメスっていう確率だよ。嘘だろ？まさかこんなミラクルが起こるなんて。正直言って個体値なんてどうでもいいね。また新しいワードが出てきたぞ。さっきから言ってる V とかのことよ。これで最後だね。最後もいいポケモンが来てほしいな。ウルーをトレーナーへ送ります。バイバイ、ウルー。行ってらっしゃい。トレーナーからイエスさんが送られてきた。イエスさんを可愛がってあげてね。オスだね。このポケモンはオスとメスでステータスが違うわよ。レベル50はダメだな。いいポケモンなんだけどね。イエスさんをトレーナーへ送ります。バイバイ、イエスさん。行ってこい。トレーナーからネイティが送られてきた。ネイティを可愛がってあげてね。マジックミラーだと面白いポケモンよ。レベル17、ダメだね。ネイティをトレーナーへ送ります。バイバイ、ネイティ。今度こそかぶったー。ポケモンかぶりは NG だからアウトだね。ガチャだからこういうこともあるよな。もちろん入れ替えもダメよ。ココガラをトレーナーへ送ります。バイバイ、ココガラ。そろそろ決めて。これは来たんじゃないかしら。トレーナーからマホミルが送られてきた。マホミルを可愛がってあげてね。ガラル三大初見殺し進化条件の一体だね。レベル14、やり直しね。そんなに進化条件がおかしいのか。デスマスとカモネギと比べたら可愛いかな。まあ、あれはね。マホミルをトレーナーへ送ります。バイバイ、マホミル。いいポケモンお願い。テブリムはレベル32で進化するポケモンだね。レベル10以下のテブリムは存在しないわよ。またやり直しか。今までがテンポ良すぎたんだよ。次に行くわよ。テブリムをトレーナーへ送ります。バイバイ、テブリム。いけー。トレーナーからヌイコグマが送られてきた。ヌイコグマを可愛がってあげてね。これはついに決まったわね。レベル11、ギリギリアウトだな。最後のポケモンがなかなか決まらないね。普通に使いたかったわね。ヌイコグマをトレーナーへ送ります。バイバイ、ヌイコグマ。次を探そうか。ん？どういうことだ。伝説の色違いが来るからやり直すってことよ。このトレーナーは今回の縛りじゃなくてもアウトだから、みんなも絶対に使わないようにしようね。よくわからないけど色々察したぞ。ゲイフリに駆逐されたって聞いてたけど、普通にまだ存在できてるのね。もう二度と戻ってこないでね。いけー。トレーナーからバチュルが送られてきた。バチュルを可愛がってあげてね。バチュルは使いやすいと思うわよ。レベル16、今回もアウトだな。最後が決まらないね。バチュルをトレーナーへ送ります。バイバイ、バチュル。これで終わって。ボクスライは進化後のポケモンだね。っていうことはこの子もダメか。確認するまでもなくアウトだから次に行くわよ。最後のポケモンが全然決まらないね。そろそろ決まってほしいな。フォクスライをトレーナーへ送ります。バイバイ、フォクスライ。これで決まって。退化した。トレーナーからクスネが送られてきた。クスネを可愛がってあげてね。かぶってないわよね。これでレベル10以下なら採用だぞ。早速確認するよ。レベル9、ギリギリ採用だぞ。思ったより時間がかかったね。手持ちに入れようか。強さも見ていくわよ。経験値が入ってるね。無難な性格だし、これは厳選してないわね。
ってもいろいろ覚えてるぞ。平均レベルが下がったから、この子を先頭にしておくと進めやすそうだね。はい、ということで。カーチが揃ったから確認するわよ。ダチョウ団でを目指す精鋭だな、カムカメ。ここがら。ホシガリス。ヨウギラス。ヒバニー。クスネ。この6体との旅が始まるよ。一体どんな旅が始まるのかしら、楽しみになってきたな。交互期待って感じだね。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。